どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。あゆ、皆さん、ジャンプワンピース最新話読みましたか？ちょっと今週やばいよ、やばすぎ。もういろいろ新情報来たし、いろんな謎来たし、ちょっとやばい回でございました。というわけで今日も最新話感想動画撮っていきたいと思います。で、最後まで見てってください。それではいきましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いします。毎週ワンピース最新話の動画上げてます。一緒に楽しんでいきましょう。んじゃ、いきましょう。さあ、そしたらまず最初に初見のリアクション撮りましたので、そちらご覧いただければと思います。ここから最新話1130話のネタバレがありますので、まだ読まれてない方お気をつけください。本編の感想はこの秒数からです。それでは初見のリアクションです、どうぞ。はい、行きましょう。1130話リアクション。呪いの王子。え、王子？え、ロキか？関係あるか？はい、扉へ。ヤマトさん、昼寝して、刀を盗まれた？誰？誰に？え、やばいじゃん。これ、あの、安い家のだって刀でしょ？これをだってね、リンゴでって言った話だよね。やばいやん。誰そんで？盗むの？え、あの、誘拐事件との関係はーい。まあ、一旦ちょっと本編いくか。はい、一ページ目。ちょい店でも見ましたけど。はい、フランキーたちね。捜索打ち切ると。まあ、生きてるのはもう、確定だと。もうね。そのくらい仲間を信じてるわけですよね。いいですね。いや、いいね。この大人組の配慮。ありがとうよ。感動したぜとか、感謝するとかいいね。で、それを受け入れる巨人族もいいね。仲間が言うなら無事か。気温乾杯だ。お頭もう酒も一緒ねって。陽気だね。さあ行きましょう。あ、ルフィだ、ルフィだ。でっけえ。なんだこの木、樹形、なんだって、木ばっかり、あれ、外？え、外だけど、どこ？雪？へ、ん？寒、あれ山か、なっけ、吊り橋。どうなってんのこれ。ちょっと待って、広すぎてめまいがする。いや、ほんとだよ。しかも何この吊り橋。ん？一応じゃあ前回この城壁みたいなとこを打ち破ったってことか？この？で、なんでこの後ろの木？これ、エルバフか？やっぱり。で、なんで冬なの？隠れる巨人が吊り橋、あ、巨人が来る、誰？はいはい、お、ゲルズとゴールドバグだ。はいはいはい。ハルディはなぜあんな変人仲間にしたの？ん？それは後悔してるし、あ、ロードの話か。あ、ロードもう変人って言ってんだよ。あ、何？この二人はそんなに仲いい感じでもないんだよ、やっぱロードと。はい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 。来た来た来た。いいね、ルフィの参加だよ、この二人は。私、あいつ嫌い？エルバフの恥はロキよりあいつ、え、何ね、ロキもそう言われてんの。え、あ、でギャ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 がいいね、ゴールドバグ悪い方。そんなこと言うと待って、ロードが喜ぶでしゅよ。でしゅよ。かわいいな。ねえ、ねえ、パイパー？何？あ、この、あ、この袋？パイパーっていうのは、はい。侵入者はもちろん逮捕でしゅけど、ロードは自分で侵入者を作るから。侵入者逮捕なの？おい、隠れるルフィ。ああ、ああ、いいやつそうだ。ルフィ、危ない、隠れて。見つけて、ヤルル様生きてんの？あ、ヤルル生きてんの？マジで？今いくつ ?400 超えてんじゃないじゃん。ビッグモムの確認出てきたらって、だって最長老だったよ。聞いたか、やろうともエルフの名が出た、ここはきっと。あ、サンジもテンション上がってる、ハンダ美女が。おい、お前らここぶ、ルフィやば。ん？やばいやばい、侵入者逮捕だよ。シーン。やばいやばいやばい。あ、なにこれ、ロードの城なんここ。あ、で、そもそも留置所って言ってたもんね。はい、あ、だから結構遠くにあるから、あー、なるほど、なんか、あ、なるほど。うわ、わ、入れるよ、長い長い。やばいね、これ。巨人サイズの吊り橋、あなただけ。いや、そうか。巨人サイズは普通だけど、人間蹴ったらこれ相当危ないよな。ナミ、安心しろ。俺、昔、ロープ渡ってたから、そうじゃん。チョッパー、そうだ、ドラムでね、あの、一本のロープ渡って行ってたもんね。試練、勇敢なる海田選手の試練。そうだ。なんか、ルフィはなんか感じてるね。ぐるる。下の村、巨大狼。どうしたルフィ？感じるだろ？ビリビリ来る。なんだ？俺は行かねえぞ。じゃあ、こいつも行かせねえ。ブロックの国で聞こえた。あ、おたけび。ああ、あれはまた別なんだ。建物の中になんかいると思ったけど、それよりまた外にいるんだ。お前ら先行ってこい。ルフィ降りた。やばくない？勇敢だよ、サップ。え、やばいやばい、どうなってんの？え、ルフィ別行動？マジで？大丈夫？いや、ワクワクすんだよ、なんかここ。新しい島の、あとまた新しい島感。ん？あ、また戻った。あ、またグレート陸号だ。なんだと俺たちが行くとさ、あ、今朝の新聞。ああ、そういう扱いになってんだ。巨人族も。小さくて見えねえ。あ、ドリブル機！え、手配書、手配書、え、手配書、え、待って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 、手配書だよ。ワンチャンある、ワンチャンある。今はね、100年ぶりの夢から目覚め、巨兵海賊団が復活。エッグエッド火の海に、巨兵海賊団が船長。18億やば。やば、当時1億だもんね。もう今18億。うわ、すげえ、すげえ、すげえ。うわ、すげえ、マジか。合わせて4校クラスじゃん。36億。うわ、うわ、絶妙、絶妙、すげえ、テンション上がる。うわ、うわ、おもろ、2人合わせて4校クラスってことね。おもろ、なんそれ。しかも、今の4校で言うと結構高い方だもんね。で、シャンクス一応した最高。18億別に復活したつもりはねえんだが。昔は1億、あ、そうだね、昔は1億だもんね。あ、100年前っていうので物価が全然違う。はい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 、はい。なら妥当ねって言ってね。はい、一方、うちの選手はベガマンが殺害に入っ、あ、やっぱされてるよ。やっぱりそりゃそうだろうね。あ、その新聞も完全に出たんだ。で、待って、左腕に罰があるぞ、ルフィ。え、ずっと消えてないってこと？
あれ、なんだ、どんどん、どんどん、どんどん、まあいいや、まあいいや、まあいい、痛い、痛い、痛い、読もう。わあ、わしを殺したのか。リリース。これ、いつの写真でしょうね。いや、ほんとそうだよね。え、なんでルフィここ、罰があんの？エクアトルどこかじゃろう。世間の手先はどこにでもある。はいはい、なるほど。ねえ、ルフィって銃の姿だったら、いや、そうだ、やっぱ気になったよね。腕にこんなマーク出るの？そうだっけな、いつも動き決まっててよく見たことよね。うんうん。不自然なんだよね。手はブレてるのに、マークはくっきり。え、なになんでなんでなんでどういうこと？え、で、今まで別にギアフェイスなかったよね、こんな。見覚えがある気がして。あー、ロビンちゃん？あ、そうかそうか、こっちの組はわかんないのか。チョッパーより前に入ってないとわかんないもんな、一味は。あ、ハイルディンの話とかしてるね。あれも一応、王の子なの？ちょっと待って、ハイルディン、王の子なの？乱暴なクソガキだったかな？え、王族、え、じゃ、一体読もう。あいつらもお前らを迎えに来て。したがってたが、俺たち子さんだけで来たのはエルバーで、ちょっとトラブル、これはお頭たちの犬間のことだ。エルバーにもう一人正式な王の子が生まれて、呪いの王子。あ、それがロケの話か。悪の限りを尽くす。え、数年前から貼り付けの木。アーヤ逃げ出しそうな戦士たちが総出で取り寄せ、エルバーの巨人の戦士たちが総出で、もしやそちらの名は。あ、頭のネジはぶっ飛んでる。エルバーの王家にしたら伝説の悪の耳が欲しくて、王である父ハラルドを殺したのめ食いやがった。次に呪いの王子、ロキを解き放って、あいつはエルバーの王子なんか。ロキそういう感じなんですか。やばい感じなんですか。なになに、めっちゃ気になるんだけど。なに、こいつの、で、なにこいつ、こいつがロキですかい。ちょっと待って待って、なんかやばそう、こいつやばそう。貼り付けじゃん。やばそう、やばそう、めっちゃやばそう。名乗れ。俺らに帰ってくんだろうとか。おう、ここどこでお前誰だ。やばくない、ちょっと待って。ロキイメージと全然違うんだけど、マジで。おもれ。ここエルバブの戦地の王国、ウォーランド、かつて戦争に明け暮れた世界最強の、すげえでけえ。でか、俺ら世界を終わらせる太陽の神、ロキ、太陽の神って言ってるけど、九歳、29歳、ほう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 、面白い、九歳だけど面白い、面白い、エルバフがでかい、しかもそんですごい、すごくでかい、思ったよりでかいよ、上にもいっぱい剣もあるし、なんか国もある、でかい、面白い。はい、ぜひぜひ皆さん今週もコメント残してってください。いつもありがとう。楽しませてもらってます。今日もよろしく。ほんじゃ、行きましょい。さあ、ちょっとまず最初に、ワンピースファンレターの話していいですか？改めてやりましたね、朝ね。めちゃめちゃ良かった、マジで。ちょっとほんと感動した。というわけでですね、昨日の動画で、ワンピースファンレターの感想動画上げてますので、よかったらそっちも見てください。まだ見てないよって方ね、TVerで見れますので、めっちゃ良かったね。そちらもぜひ。はい、本編行きましょう。1130話、呪いの王子。もう最初出た時点で、王子？え？っていうことは？エルバフ？っていうことはロキ？みたいなね、感じで思ったわけですが、本当にロキだった。やばすぎ。ロキ思ってたんと違う。あのシルエット何だったの？あの変なシルエット。全然違うじゃん。かっこよすぎるじゃん。そのあたりまたね、後ほど触れます。まず扉へ。ちょっと扉へもなんかすんごい展開ですよ。ヤマトさんの小稲荷大さんですね。昼寝してたら、刀盗まれた。やばいやん。だってこの刀を奉納するために、このヤマトね、ワノ国回ってるわけですから。まあもちろんね、ヤマトは、おでんのように、ワノ国を漫遊してから、海に出るという話をしてたんだね。もちろん漫遊することも目的なんですけど、この安家の形見の刀を届けてくるという話でしたもんね、最初。取られとるやん。やばいやん。そんでもって誰？この黒いシルエットの人誰？これ前回までの誘拐事件と結局関係してんですかね？同じ犯人なのか、全く関係ないのか。まあ、刀を取るっていうだけで言うと、それこそ牛鬼丸？ワノ国でもね、ゾロと戦って、牛丸のね、相方の駒狐ですよ。牛鬼丸はね、一応こういうことやってただろうけど、当時。ただ、今、しかも栗まで来て、もともとね、あれ、リンゴにいますからね。そのあたり気になるところだし、ちょっとまたね、新たな展開で見えなくなってきましたね。で、忍ちゃんもいなくなってるしね。ちょっとまた次回以降ですね、ここね。ワノ国がなんか不穏なのか、はたまたちょっと前みたいにね、ほっこり落ちなのかね、どっちか気になりますよね。さあ、本編行きましょう。1ページ目ですね。先週ね、金曜日もちょい見せで感想動画ある程度撮ったんですけど、改めて、まずね、フランキーたちが、ルフィたちの捜索は打ち切りだよと。で、巨人族もね、ね、それに対してびっくりしてるわけですが、結論から言うと、探しても探してもいなかった。だが、生きてる。生きてんだよ、あいつらは。こう言って捜索を打ち切りましたね。もうこれは、仲間を信頼してるからこそのセリフですよね。まあ、ビブルカードね、持ってるかどうかっていうのはね、まだちょっとわかんないんですけど、ワノ国ではね、一応サンジがね、使ってたりとか、そういった描写あったんですが、現状ね、フランキーたちが持ってるかどうかわからない。ただ、まあ、ビブルカードあろうがなかろうが、あいつらは生きてる。もうただただ仲間を信頼しているがゆえですよね。ここまで来たんだ、あいつらが生きてないわけないと。だから仲間に対する全幅の信頼ですよね。いやー、ここかっこいいですよね、フランキーたち。この大人組の対応もそんなかっこいいんですよね、みんな4人。
まずフランキーはね、ありがとうよと、まず探してくれたことに対してちゃんと感謝して、感動したぜと、しっかりね、相手に対するこの自分の思いも言って、でロビンは冷静な判断してエレベーターで待ちましょうよと、でジンベイもね、しっかり相手をねぎらって気をすり減らし十分探してもらおうたと、ねぎらってかつ感謝すると、感謝もして、そしてブルックも巨人族を気遣うと、食料もなくなったんで皆さんが餓死して本末転倒ですと、ねぎらって心配しつつ死についてね、このブルック話してるんですよね。だからちゃんと各々のキャラクターの良さがあるセリフなんですよね、この一つ一つがね。でしかもそれをしっかり受け止めるドリブロギー、そうか仲間が言うなら無事か、もうこの一言で受け止めてるんですよ。これさ、普通にどっしりしてなかったら、いやいや探した方が良くない、え探した方が良くないってなるじゃん、多分俺なるし、えいいの、えでもえいいのでもえってなるけど、もうそんなことなし、一切動揺なし、そうか仲間が言うなら無事か、もう仲間が無事って言うんだったらもうそれ以上深く言うことはないと。だからこの協力型の海賊団ですよね、ドリーブロギー、強兵海賊団もね、黒ひげ海賊団とかは利害の一致で一緒にいる海賊団ですけど、ウギャロの一味はそうじゃないわけですよね。利害の一致とかじゃなくて仲間の信頼、仲間と一緒にいたいから一緒にいる海賊団で、その価値観をしっかり受け止めてくれるブロギー、強兵海賊団、やっぱいいよね、仲良しな理由があるよね、やっぱね、価値観が一緒ですよね、その海賊団に対するね。で愉快ですね食料ねえのに乾杯だーって言ってますもんね、酒も食料もねえのに、この愉快で豪快で、なんかある意味危機感ないっていうね感じなんだけど、ただでもずっと楽しそうですよね、巨兵海賊団、なんかこういう海賊団すげえ好きだな。やっぱね、麦わらの一味とか赤髪海賊団も好きですけど、やっぱちょっと巨兵海賊団、その好きな海賊団ランキング、ちょっと高橋の中で上位上がってきましたね。いい人たちですよね気持ちがいいよね、この人たちね。でからの続き出ました、ルフィサイド。前回ね、ドカーンとちょっとギアフォースできるようになって、ルフィのね成長も見れた。今回はドーンと壁ぶっ壊してルフィがあーと何かを見たわけですね。何を見たんだっていうところから、でっけー、おそらくエルボフ、景色が広がっておりました。ただ思ってたんとちょっと違いましたね。なんかエルボフの村とか戦士とかがねもういるのかなと思いきや、樹齢何千年かな、わからないなーっていうぐらいの木がとにかくめちゃめちゃ入ってるし、遠くにはめちゃめちゃでかい木があって、しかもとんでもなく長い橋がかかっていて、ルフィたちがいた城はなんだかすごい取り残されてるような場所にある。何これ、すごいワクワクしますね。いやいやいや、前回までねブロックの国でまずワクワクしたじゃないですか。で彼のそっから出てまださらにワクワクする、ワクワクの重ね合わせ、ワクワクを重ね着してますワクワクしますね。でまあ広すぎてめまいがするとね、ナミさんも言ってますよね。確かにそうですよね、これね絵で見ると別にさ普通のサイズだけど、これ巨人サイズだからさらにでかいわけですよね。で前回ね、ロードがこの場所はもともと留置中だと言ってましたもんね。なので確かに留置所っぽいというか、明らかに隔離された場所ですもんね。なので前回までで出てきたねワードがちょっとずつ繋がってきてますよね。でそうしていたら何者かが釣り橋を渡ってくると、隠れろと。誰が渡ってきたのかと言いますと、なんと新巨兵海賊団のゲルズとゴールドバーグでした。この二人はハイルディンの海賊団ですね。ロードと同じくね、扉絵で初めて出てきた人たちですが、この二人はね、本編でね、ちょろっとだけ描かれましたね。ドラゴンとベガパンクがオハラの過去でね、巨人族が本を持って帰ってるよと言った時にいましたね。で、その二人が、なんとここへ来て登場しましたね。本編で喋ったのは初かな？で、ゲルズ、ゴールドバーグも、ロードのことを変人って呼んでんだよね。まあ、主にゲルズですけどね。ハイルディンはなぜあんな変人仲間にしたのと。なんか二人は、なんかゲルズは特に納得いってないですね。嫌いって言ってもね、私あいつ嫌いと。まあただ航海士としての腕があるから、ハイルディンは仲間に入れたんだよとね、ゴールドバーグさん言ってますけど、言ってますけど。すごいなんか今、ゴールドバーグみたいな口調になっちゃった。あ、腕があるからでしゅよ、みたいな。すごいなんか可愛い言葉だね、ゴールドバーグね。で、ここでね、ワード出てきました。後でも出てきますが、エルバフの恥は、ロキよりあいつよと。エルバフの恥ね、ロキね、言われてましたからね、後で。で、ゴールドバーグもね、初めて笑い方、でギャ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 と、笑い方も分かったりね。やっぱ豪快ですね。やっぱね、デブーはちょっと違うもんね。やっぱロード癖あるよね、笑い方ね。ただ、エルバフの恥って言うと、ロードが喜ぶと。やっぱ変人なんだな、ロードはな。で、新たなキャラですね、このフクロウさん。パイパー。で、このパイパーは、カラスが小さな船運んでるとこ見たんだよと。まあ、サニーゴのことですよね。サニーゴ運んでることを見てると。で、ここちょっと気になるワード出ましたね。侵入者はもちろん逮捕でしゅけど、ロードは自分で侵入者を作るから。で、ギャ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 とね、ゴールドバーグ笑ってますが。え？エルバフは侵入者逮捕なんですか？これ結構やばくないですか？いろんなね、国今までもありましたけど、なんかエルバフはエルバフで独自の法がありそうですよね。多分だけど、世界政府、非加盟国っぽいですから、海軍がね、特に取り締まったりとか、海賊をね、捕まえに来たりとかなさそうですもんね。となると、やっぱりこの中で、まあ警察のような、
まあ、おそらくそれがエルバフの戦士とかなんですかね。一応この法治国家でありそうですよね。侵入者を逮捕するっていうこの法のもとに動いてるわけですからね。なるほど、侵入者ダメなのか。だからビッグママやっぱりね、幼少期にここに取り残されたわけですけど、マザーカルメルがね、橋渡しとして、まあ、リンリンはなんとか侵入者として扱われなかったって感じですかね。だから普通の人は侵入者扱いになっちゃうんだね。結構厄介ですよね。せっかくウソップもね、夢叶えられるかどうかってとこなのにね。なんか、尿ヶ島みたいですよね。尿ヶ島ももう男は入った瞬間、もうね、処刑みたいなね。なんかだから、この国々でね、やっぱそのルールが違いますよね、結構ね。で、一応ね、巨人来たから、まあ、隠れるわけですけど。オイルフィー隠れると、ウソップね。これどんな隠れ方してんのこれ。チョッパー波はわかんないけど、ウソップ3時とね、もう空中浮いてるからね。ウソップはね、アーロン編の時のさ、隠れ方はあったじゃないですか。サスケみたいにこう隠れてるやつ。で、サンジは多分レディ見てるからだよね、多分。変な隠れ方してる。ゾロは興味ない。で、ルフィはいいやつそうだと言っちゃう。いいですね。おのおのキャラ立ってますね。で、ヤルル様、生きてました。ちょっとまさかすぎんだけど。ビッグマムの過去編でね、竹ひげの夜、山ひげのヤルル、当時出てて、もうヨルルに関してはね、ビッグマムにやられちゃったわけじゃないですか。でね、亡くなりましたもんね、当時。で、ヤルルに関しては、63年前で345歳だったんですよ。で、巨人族の普通の寿命って300歳ぐらいなんですよね。だから当時の時点で結構高齢だったんだけど、なので今だともう408歳。めちゃくちゃ。高齢ですよね。で、ヤルル生きてるんですね。すごいね。どういう役職なんだろう、今。一応、元挙兵海賊団のね、船長ですからね。いや、ちょっと、見れるかね、現状ね、どうなってるか。で、からのウソップ、喜んでる。いや、ウソップ、嬉しいよな。聞いたか、やろうとも。エルバフの流れだ。ここはきっとってね。喜んでるね。いや、嬉しいだろうね、ウソップね。もうここでね、喜んでるからね、あとあと、この後ね、すごい勇敢なね、選手の試練だっつってさ、頑張ってるじゃないですか。ちょっと奮起してますよね、ウソップの中でもね。でね、サンジは相変わらずだし、ルフィも相変わらずだし。で、気づかれそうになるけどね、なんとか。二人には気づかれなかったよと。まあ、一応ね、この二人はルフィたちの傘下ですから、気づかれてもね、大丈夫なのかなっていう感じもするけど、一旦ここでは、バレないように振る舞いましたね。でさあ、ここでさ、ロードいると、二人がこのロードの屋敷に来たわけですよ。で、今は多分留置所じゃないっぽいですもんね。あえてロードはここのね、場所を好んで住んでるって感じですかね。もともと留置所って言ってたから、多分今は違うっぽいですから。で、まあ、ロードに会いに来たよと。どうなるかですよ。前回、ナミさんの来店くらいましたからね。もうがっつりダーンと。で、ルフィたちを連れてきた張本人ですから、このゴールドバーグ・ゲルズに対して何を言うかですよね。それを聞いたね、この二人はどうリアクションするのか。もう侵入者って扱いにするのか。はたまたね、ハイルディンのね、この決断にこの二人は納得いってそうですから。なんとなくね、なんとなく。ルフィたちをね、こう、かくまう流れになるのか。この二人の動きもちょっと注目ですね、今後ね。で、この吊り橋怖い。めちゃくちゃ怖い。これ自分だったらこんなとこ渡れないよな。巨人サイズのね、吊り橋だからね、この板と板の間がめっちゃ空いてるわけですもんね。いや、そりゃそうだよな。うわ、揺れる、長いと。試練、勇敢な選手の試練と。ソフト頑張りつつ。下にはね、狼いたりね。いや、怖いな、この国。エルバフ怖いな、マジで。で、チョッパーは得意だと。いや、なんかこういうちょっと懐かしい話も入ってくると思ったらいいですよね。ナミ安心しろ。俺昔ロープ渡ってたから、こういうの得意だ。いや、そうや。確かに当時思った覚えあるもんな。チョッパーなんであれ落ちないのってね。ドラム塔で上からさ、ロープをこう伝ってね、魔女のソリだーってこう、クレハの移動手段としてね、こうソリ使ってましたもんね。で、それを引いてたのがチョッパーですから。いやー、懐かしいなー。ちょうど雪景色だしね、ここね。なんかエモさもあるね、ちょっとね。で、ルフィは、おたけびの主を感じてますね。どうしたルフィ？感じるだろ？ビリビリくる。いいですね、ルフィのこの表情。でもサンジもゾロも感じてますね。俺は行かねえぞとね、サンジ言って。じゃあってゾロが行こうとするけど、ガシッと。こいつも行かせねえ。この世の全ての森に入らせねえ。サンジ。この世の全ての森に入らせねえ。もう知らん国でね、ゾロを森に入れる頃もう、大迷子確定ですからね、もうね。で、その雄たけびの主がね、ブロックの国で聞こえたもんだと言ってましたね。確かに、ちょっと前に、ギャーってね、言ってましたもんね。っていうか、またね、ちょうど触れますけど、ロキめっちゃ雄たけびあげてんだね。こうやられながらね。うわーってブロックの中まで聞こえるぐらいの雄たけびって相当っすよね。でからのまさかのルフィさん単独行動。もうルフィの単独行動も怖すぎる。もうね、今のところ2チームかなと思ったじゃないですか。ルフィとかね、このエルバフに先に入ってるチームと、あとまだ入ってないグレートエリック号のね、2チームかと思ったら、まさかのルフィ単独行動ですよ。これが何を引き起こすか。もうトラブル生みますからね、ルフィさん一人って。けどやっぱルフィワクワクしてますよね。気になってしょうがないわけですよ。その雄たけびのね、主がどんなやつか。気になっちゃうわけですね。やっぱ好奇心には勝てない。ワクワクには勝てないですよ。なのでルフィ一人で行っちゃったよという状況ですね。だからこの残された一味はこの橋を渡って、まあ、木のね、元に行くって感じですかね。あっちにも国ありそうですから。また後ほど触れますが。で、場面は変わりまして、一旦グレートエリク号に戻ってきました。なんと、新聞がね、発行されていて、ドリーブロギーがルフィと共にエッグエッドを襲ったことになっている。やられましたね。で、しかも、
ドリームラギ新天上金はっかかやばいね、興奮しますね。100年の眠りから目覚め、巨兵海賊団が復活。四皇麦わらのルフィと共にエッグヘッドを火の海に変えた巨兵海賊団船長、赤鬼のブルギ、青鬼のブルギ、共に懸賞金18億ベリー。やべえ。もともと2人はね、100年前の懸賞金で1億ベリーっていうのが分かってましたから、今はもっと高いだろうなみたいなね、想像はなんとなくあったじゃないですか。18億もう絶妙だと思うの、これが。もう超面白い。というのも、一人当たりはね、18億ベリーというわけなんですが、現状、四皇と呼ばれているキャラたち、船長の懸賞金額が出てますね。シャンクス40億4890万ベリー。で、黒ひげ39億9600万ベリー。で、バギー31億8900万ベリー。で、ルフィ30億ベリーと。で、これらって船長だけの懸賞金なんですよね。で、ドリーブロギーっていうのは2人とも船長なんですよ。なので2人で1つって捉えると、足すと36億なんですよね。ちょうどこの4皇クラスになると。なので金額的なシャンクス、黒ひげ、ドリーブロギー、クロスギルド、ルフィって感じですかね。で、まあね、厳密にはね、クロスギルドのとことかは、ミホークが一番高かったりはするんですけどね。いや、だから絶妙なんですよね、このあたり。もちろんね、トータルバウンディで言ったらね、他の海賊団の方がね、上だったりもするとは思うんですけど、船長だけで見ると、このね、ちょうどいいラインにいるんですよね、みんなね。絶妙ですね。ではね、もともと1億だったんだけど、やっぱ物価がね、上がってるから、妥当よと、ロビーも言ってますね。で、そして、ルフィさんたちは、やはり、ベガパンク殺害の犯人にされてるよと。んでしょうね。でしょうね。いや、完全にもうねじ曲げられてますね、事実を。逆だつ。政府が暗殺しようとして守ろうとしたんだつ。でも、ここよ。めちゃめちゃ気になりますね。なぜか、ルフィの写真、左腕にバツ印あるわけですね。これ何？謎すぎないんですか？やばすぎないですか？そんでもって。まずね、ブルックがね、これいつの写真でしょうねと言ってるんですが、まあこれもう受注ハック間違いなく、エッグヘッドのルフィですよね。ギアフィフスの状態で上裸になってるのって、エッグヘッドだけですから。ワノ国の時は上着てましたからね。で、写真はね、まあ世間の誰かじゃろうと準備も言ってますけど、左腕のここバツあるんですよ。でもね、もうこんなもんワンピファンからしたらね、もうあれでしょとね、もう絶対これじゃないですか。チャラララーチャチャラチャラチャチャチャじゃないですか。アラバスタのラスト、もう大名シーン、左腕のこれが仲間の印だの、あのバツ印ですよね。でただこれが不自然な感じでついてるよとロビンさんも気づいてますね。手はブレてるのにマークはくっきりしてるよと。だからこれが何を示すかですよね。僕最初思ったのは、やっぱエメトの背中にもバツ印しちゃったんですよ。皆さん覚えてますかね、あの鉄の巨人。で、鉄の巨人のここもバツ印だったんですよね。やたらとエメトにバツ印が多かったと。なので、エメト関連でもしかしたらついてんのかなとも思ったんですけど、やっぱちょっと改めて読んだ時に、この手がブレてるのでマークがくっきりっていうことをちょっと意識して考えると、これ写真とは別にここに書かれてる。つまりこれパシャって撮った後にこう書かれてんじゃねえかなってことですよね。これつまり何者かがこのバツ印を書いてる可能性があるこう捉えられますよね。ってなると、左腕のこれが仲間の印だを知ってる人っていうのは、麦わらの一味ですよ、まず。ルフィからチョッパーまで。今回それこそエレバフにいて、今この新聞を見てないメンバー。プラスで、ビビとカルーですよね。で、ビビさんは今どこにいますか？政経本部にいますよ。新聞屋さんにいるんですよ、今。これやっぱビビ関連っていうか、ビビっぽくない？って思いましたね。ありえそうですよね。わざわざこのね、丁寧にこの、ブレてるのにマークがくっきりと、わざわざこう書かれてるわけですよね。ね、今ビビはモルガンズと一緒にいますし、世間の元にいますから、ビビが何らかのサインを送っているか。でも、今ビビがルフィに助けてくれって送る、まあまあもちろんね、ピンチですけどね、世界政府から今消されそうでピンチですけど、これ、すごい嫌なことを考えると、もうすでにビビの元にイムの手が回ってるパターン。これ一番怖いですよね。あー、ちょっとまだもちろんね、確定ではないですけど、ちょっといろいろね、今妄想しちゃいましたけど、いや、怖すぎるな。ちょっとこの辺また明日考えますね。まだ僕も今読み立てで、まだまとまってない部分もあったりするんで。ね、全然エメトのパターンもあるしね、エメト関連。ね、ジョイボーイの覇気やったりさ、バーってね、結び目解いたりとか、いろいろその、ジョイボーイ関連でニカ、そしてエメトみたいなワードも当時出てたんで、全然そっちのパターンもあるしね。でね、まあフランキーはね、妙なとこ気にすんなって言ったりとか、で、見覚えがある気がしてってね、ロビンちゃんも言ってたよね。まあロビンちゃんもそうですよね。あの時も船に乗ってますからね。あのシーンの時にロビンはあの時もちろん敵だったし、ムゲラの一味のとこに転がり込んでただけで、あの後ね、私も一味に入れてってね言ったりしてたけど、そのシーンは船内に行って知ってますもんね、一応ね。もしかしたらチラッと見てるかもしれないしね、当時。だから見覚えがある気がしてってね、ロビンちゃんも言ってるけどね。で、気になるのがここのブルックなんよね。一応ね、ロビンちゃん以降の仲間はあのバツ印ね、そのアラバスタのあの一件は知らないわけなんで、もしかしたらね、話で聞いてるかもしれないけどね。ただブルックに関してはなんか思い当たる節がありそうなんですよね。なんか点点点点点と。これブルックは何かあったのかな？もしかしたら話を聞いていたのか、ブルック自身もやっぱこのバツ印が大事っていうことを、やっぱ長年生きてる以上、自身も触れたことがあるかどうかですよね。やっぱそれこそビンクスの先をね、歌ってる海賊団でしたし、やっぱバツ印っていうのはすごい重要ですからね。おそらくね。うん。もしかしたらブルックは思い当たる節があるから、このリアクションっぽいですしね。うん。で、また
た新情報も今週やばい。新情報嵐。まずハイルディンがオメヤの子分になったんだろうという話もあってからの、あれも一応王の子だ。乱暴なクソガキだったかな。どういうこと？王の子なの？ハイルディンって王の子なの？王の子なの？どういうことなの？王の子なの？ハイルディン。え？そんな様子なかったじゃん今まで。俺は巨人族の王になるってね、言ってたけど、しかも一応ってどういうこと？一応王のことってどういうこと？後で出てくるけどね、その王、ハラルド。そのハラルドの息子なの。どうなの？このエルバフにおいてのこの王のね、立ち位置がちょっと気になりますよね。で、ハイルディンもやっぱりね、迎えに行きたかったよと。だからエルバフにいたんだね、ハイルディンはね。どっか旅してるかと思ったけど、エルバフにいたわけですね。ただ、ハイルディンたちは来ずに、俺たち子さんだけで来たのは訳があると。エルバフでトラブルがあったよと。それも呪いの王子の話ですね。出てきましたね、初めて。今回のタイトルですね。ドリブロギー、お頭たちがいない間にもう一人の王が生まれたよと。そうですね。それ63年前に生まれてましたから。しかも、正式な王の子だと。で、そして呪いの王子だと呼ばれると。これ何なんだろう、これ正式と一応王の子ってね。このあたり気になりますけど。ハイルディンとの差がね。で、かつそいつは悪の限りを尽くしていて、数年前から貼り付けの刑にされていたと。どういうことだ？なんで貼り付けの刑にされてんの、王子が。で、逃げ出しそうになったところ、戦士たちが総出で取り押さえたと。これどんだけ強いのよ。マジで。エルバフの戦士が総出よ？一体総出よ？で、何百人いるわけでしょ？何千人、下手したら何万人いるかもしれないでしょ？どんで、どんだけ強いんですか？で、しかもね、ジンベ知ってそうだしね、なんかね、ん？もしはそいつの名は？みたいなね、呪いの王子の名前知ってそうですよ。で、カツカツ、またヤバヤバ情報。エルバフの王家に伝わる伝説の悪魔の実が欲しくて、王である。父ハラルドを殺しその実を食べた。伝説の悪魔の実って何？なんでエルバフに伝説の悪魔の実があるの？何それ？気になるじゃん、その能力何なの？いや、何なんだろうね。いや、一応エルバフっていうのはね、太陽の神ニカを信仰してるわけですよね。ニカのことも知ってたし、で、太陽の信仰ね、ありますし、冬至祭でわざわざね、断食してお祈りする祭りもあるぐらいですから。で、その国の伝説の実があるわけでしょ？やっぱニカ関連？でもニカの能力はね、人人並み現住して戻るニカはルフィが食べてるわけなんで、ニカではないんだろうけど、気になるね、この伝説の悪魔の実。またちょっとこの辺りもね、明日以降また考えたいと思うんですけど。で、しかももうそれ食べちゃったよと。しかも父、ハラルドを殺して。このハラルドはね、初めて出たワードですけど、自分の父殺してるわけでしょ？ロキ相当やばいやつですよね。で、このハラルドっていうワードがね、やっぱ調べたら出てきまして、ノルウェーのね、王の名前だったりもするらしいんですけど、バイキングの歴史の中で最も重要な人物。その名だそうですね。もうノルウェーっていうのもね、北欧だし。ハーラルともね、言われたりするみたいですね。すごいやん。バイキングで大事な人の名前を使われてそのキャラを殺してしまったと。ロキやばいやん。もうロキもね、その北欧神話のね、登場する王のね、神話のね、登場人物の名前だったりしますからね。で、その呪いの王子、ロキを解き放てば、世界はぶっ壊れると。どんだけやばいやつなんだよ、ロッキー。何？ジンベも知ってるっぽいからね、ちょっと海外にもその名前をね、響き渡ってたっぽいですよね。で、からのページめくってすぐ、ドーン！名乗れ。何こいつ？ロキー！何こいつ？やばすぎる。何ですこいつ？ワクワクします。激ヤバなキャラここへ来てまだ出てくんのかよ。面白いワンピース。貼り付けにされてますね。で、サイズ的にはまあ普通の巨人族よりちょっと大きめですかね。まあドリーブルギーぐらいかな。20メートル級ぐらいですかね。ルフィね、早速。俺はルフィ、海賊王になる男だと。いきなり名乗ってますけど、本当に。なんかちょっと見た目すごいっすね。なんかちょっとね、あの入れ墨あったりとか、なんかベルトしてるっぽいとか、あと角があったりとか、この辺がなんかね、僕、第一印象でやっぱちょっと街道味を感じたんですけど、どうですか？ちょっとなんか街道味ありますよね。もちろんね、ちょっと鎖で見えてないんで、なんとも言えないんですけど。で、これ角なのか、帽子なのかですよね。これ角だとしたら古代巨人族のね、血が流れてる可能性もありますから。まあでもパッと見はね、帽子っぽいっちゃ帽子っぽいんだけどね。いや、どんだけ強いの？しかも、エルバフの中でも相当超強い、マックスクラスに強いってことでしょ？やべえな。で、しかも能力者だから、まあ多分これ海道石なんですかね。ちょっとまたこの辺考えたいですね。いや、すげえ、どんなキャラで、どんな能力なんだろうね。で、おうおうと。リアクションして、ここどこで？お前誰だ？の。ルフィの質問に対して、ここはエルバフの戦士の王国。ウォーランド、かつて戦争に明け暮れた、世界最強の王国。俺は世界を終わらせる太陽の神、ロキ！ドーン！エルバフだ！でっけえ。おーすげえ。面白いワンピース。でっけえよ。ついにエルバフの全景が見れました。興奮しますね、これ。いや、ワクワクの重ね合わせもうたまらんわ。ブロックの王国相当ちっちゃかったっすね、こう見ると。このちっちゃい城の中のちっちゃい部屋だから。でか、待って、これでかすぎん。確かにビッグマムの過去編で、あの木見えてましたもんね。ね、あそこの時点でもう結構でかいなってね、印象ありましたけど、もうもっとでかかった。木ですね。木の王国。体重。もう超でかい巨大体重。いや、おもろそうっすね。下はね、結構やばそうな山があって、その山よりもでかい木があると。
で、これがね、何の木なのかですよね。それこそね、宝珠アダムのサニー号のね、木材にも使われてる木とか、あるいはね、一応ワードでは出てきたユグドラシル。あのね、ブロックの国の中にね、ユグドラシルっていう木はありましたけど、本当はこっちがユグドラシルっぽい感じもしますしね。でね、なんか上の方にさ、城があったりさ、で、なんかとんでもなくでっけえ剣があったりさ、虹かかってたりさ、で、もうね、ありとあらゆるところから、ね、水が出てさ、滝みたいになって、なんかほんと神話に出てくる神々しさみたいなものを感じますよね。雄大で、かつなんか大砲もあるしね、上の方。なんなん？で、このロキは多分この木の根元にこうくくりつけられてるっぽいですよね。この位置関係的にね。揺れるって言ってるこの橋が下の方にあるから。で、上の方に行けば行くほどね、また別の場所がね、広がってそうだし。ビッグマムがいたのはやっぱこの下の方ですかね、多分ね。上の方には行ってなさそうですもんね。やば。で、しかもロキもなんか言ってるよ。俺は世界を終わらせる太陽の神だと。なんでお前も太陽の神なんだよ。もうここまでで3人いるよ、もう。3人。ルフィがまずそうでしょ。で、一応ロードも言ってたでしょ。で、からのロキも言ってる。なんであなたたち太陽の神って言ってんの。確かに太陽の信仰があるからね、そこに憧れてんだろうなっていうのはわかるんだけど、どういう意味合いで言ってるかですよね。能力関係でマジで太陽の神っぽい能力を持ってんのか。あくまでね、この多分エルバフにはね、伝説の神っていうのがね、太陽の神ニカってね言われてそうですから、それっていうのは我こそが太陽の神だってね、我こそ俺が俺だ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 みたいなことなんですかね。まあロードに関してはちょっと別枠っぽいですけどね。いや気になるな、気になるし、ワクワクするし、どうなっちゃうんだよこれマジで。楽しいですね、ワクワクしますね、最高です。というわけでね、ちょっと来週ね、どっから描かれるかちょっと楽しみなんですけど、自己救済自己救済、ここはワンピースファンたかしが出ているチャンネル、お願いします海賊だ。俺は救済でも動画を上げる YouTuber の神タカ救済です。自分でも何やってるかよくわかんないですけど、今タカですね。救済でも動画上げます。2週ですね、ちょっと珍しいですね、2週枠っていうのもね。ただでもね、来週は救済で全くないんですけど、その次の週はビブルカードを発売されます。11月1日ですね。ちょっと週の後ろの方なんでね、あれですけど。ただビブルカードありますから、楽しんでいきましょう。ちょっとこんだけやばい情報いっぱい出たからね、いろいろね、改めてちょっと考えたいこともありますんで、また動画あげますね。はい、今日はそんな感じでございました。ぜひ皆さんの感想もコメント残していってください。やばかったよね、今週ね。ぜひぜひお待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。いつもありがとう。次も見てください。明日も楽しもう。またね。救済も楽しんでいきましょう。エルバフやばそう、またね。前向いて、ワンツースリー、フォー張って、ワンツースリー、全力で、まっすぐに、自由求め、思いのまま、ワンツースリー、進んでいけ、ワンツースリー、全力で。